米大リーグメッツ・ブレイブス26日米ニューヨーク州ニューヨークシティフィールド写真さっとマウンドに向かった千賀滉大だったが右肩痛のため開幕から負傷者リストはいえるに入っていたメッツ千賀滉大投手が26日日本時間27日本拠でのブレーブス戦で今季初登板の先発マウンドに立ち 6回途中に失点で勝ち投手の権利を持って降板した6回先頭のライリーをカズ度に仕留めたがそのボールの行方を確認しながらマウンドから降りて2歩ほど走ったところで左のふくらはぎを抑えひっくり返って痛がったベンチからトレーナーらが駆け寄り状態を確認自身で歩いてベンチには戻ったが足がただつっただけなのかどうかは不明 それでもここまでの口頭での今季初登板に、チームメイトのリンドアやアルバレスがハグ、アロンソが声をかけ、場内からは温かい拍手が送られた。初回、先頭のケレニックを代名詞の、お化けフォーク、で空振り三振にとって復帰戦はスタート。2回に7番、デュバルに初球の甘く入ったカットボールを9号ツーランとされて先制を許した。3回に味方が援護。 1>, 1イニング3発で一挙7点を挙げて逆転した。初回に98マイル、約158キロを計測し、5回まで毎回の急奪三振をマーク。許した安打は失点した2回の2安打のみだった。投球内容が良かっただけに、状態が心配され